のドクターイエローが2027年に完全引退が決定。どうなる減速列車。2024年6月13日 JR 東海は衝撃のプレスリリースを発表しました。その内容は JR 東海は2025年1月 JR 西日本は2027年中にそれぞれ1本ずつ所属する新幹線電気軌道総合支店車923型レーバン台通称ドクターイエロー老朽化のため JR 東海社は2025年1月に JR 西日本社は2027年にそれぞれ引退させることが発表されました。そもそもドクターイエローとはどんな車両かと簡単に言うと約10日に一度実際の営業路線を走行しながら線路や架線などの電気設備を調べ新幹線の安全安定輸送を確保している新幹線のお医者さんと呼ばれることもある黄色の新幹線で JR 東海と JR 西日本にそれぞれ1本ずつのに所属するレアさから見たら幸せになれるとも言われる。 JR 東日本にもイーストアイという減速機能がある車両もありますがそちらも製造してから20年以上経過しているので去就が気になりますね。ドクターイエローの代替車両は2027年から M700S に導入される営業車減速機能により代替される予定だそうで詳しくは後日追ってお知らせしますとのことで JR 東海は今回の引退に際しイベントの開催や企画商品の販売などを多数用意しておりますとのことです。今回の動画はドクターイエローの引退についてでした。チャンネル登録お願いします。